なんかいつの間にか充電 20% っていうの出ちゃってた。悲しい。よいしょよいしょ。戻ってきたよ。うん。綺麗になりました。うん。上間さん、ここにあったんだね。ミラーボールありがとう。そう、もらいに45人みんな来るじゃん。みんな来るじゃん。3期生だよ、3期生の。そう。部屋見せてみ。やだ。やだ。ゆうな来るって聞いて。なるほど、45に来るよ。そう、抜け毛が。あれは隠して、そんな隠すもんないよ。抜けるかみやっていいな。それはちょっと困る。反応に困る。上間さん、また、ミラーボール、ありがとう。抜ける気持ち。ちょっとみんなそんな悲しいこと言わないでよ。ちょっとオークションする。全然あげたいけど。なしちゃん、お米ありがとう。きよ兄さんもお米ありがとう。舐められるぐらい綺麗。そんなわあ、倒れた。びっくりびっくり。そう、ゆうなはね45に来るよ。そう、カプリコ好きなのよ。最近どない良きよ。靴下がいっぱいあるのよ。そう、さっき脱いだやつ青くなった。これじゃないから。ゆうか、おきさん読めないよ、そんな。間に合ったよ。マリアズ、え、さっきのやつが、さっきの春雨が安く、 LINE で10パックも。ね、松木はいいよね。お片付けできるよ、そんな。キョニさん、鳥だ。これなんだ、鳥。電車場とか。上間さん、ミラーボールありがとう。うわー、またミラーボール。なんかでもミラーボールじゃない。ん、なにこれ、月今だけ違う的な。なんだこれ、今気づいてしまった。なんか黄色いなと思って。なにこれは、何月、なんで今だけ、なんで。もじろさん、ファイトありがとう。終わったよ。よしよしね、ミラーボールすごい。お月見になってんだ。へえ、すごいね。お月様に。待って、今日買ったもの紹介したいです。私なんかね、今日はカルディに行ってきたの。待って、袋から見せたい。ものすごい可愛くない？ハロウィン仕様になってた。15円だっけ袋は。今日袋をね持参してなかった。いつも持参するんだけど。そうだからハロウィン可愛くない。うわー、またお月様ありがとう。そうね、で私はなんか物はいつも1個買うの嫌なの。2個買う癖があって。そう、1個買うと1個それ食べ終わった後にやっぱりもう1個欲しかったってなることがあって、なんか私基本パッケージ見たらこれは好きっていうのもう分かっちゃうから。そう、1個買うってことあんまないの。基本なんか何でも2個買ったりするんだけど、だから今日買ってきたものも全部2個ずつ買ってきた。まずは今日すごく安かったカットされたトマト、ミネストローネを作ろうと思って。家にお豆もあるからミネストローネ作ります。そう、全部2個ずつ買う人なの。そう、一人暮らしのくせに。これがまずトマト。そう、これがね、しかも今日あれなのよ、コーヒー豆が全部半額で、カルディの全品 10% オフだったから。そう、ただでさえ少なってるのに、そっからさらに 10% オフでトマトを買いました。そしてこれは初めて買った、瀬戸内という言葉に惹かれてしまった。これも2個、絶対おいしいじゃん。だって瀬戸内カニ、エビだった、エビレモンパスタ。瀬戸内で取れるエビをベースとした濃厚なパスタソースに瀬戸内レモンを効かせて爽やかな風味と酸味を加えましたって。そんなおいしくないわけないでしょね。このシリーズなんかいろいろあったんだけど、一番これおいしそうだなって思って、こんな絶対1個食べて、あーもう1個買っとけばよかったってなると思って2個買った。めっちゃおいしそうじゃない。こんなんさ、でエビをね、あれ、そう、買ってくることを忘れないようにしなきゃいけない。はい、そして最後、はい、これ配信で話したことあるかな、大好きなんだけどカルディのサンラータ。そう、ものすごい好き。これ小学生ぐらいかな、実家でさ、よくお母さんが卵だけで作れる、それ以外は豆腐とか入れたりするんだけど、これ本当に美味しい。サンラータこれが一番好き。やばいよこれ、中毒。本当に好き。家にね、まだストック2個ぐらいのに2つ買っちゃった。はい、こんな感じ。今日カルディで買ったもの、それ以外はなんかゲーセンとかで撮ったりした。あ、スルメ撮ったよ。
スルメ。そう。そうそう、そんな感じ。よいしょよいしょ。こんな感じになります。キヨ兄さん、ペンライトありがとう。声の時自分のスケブネタ楽しんでもらえる。え、スケブで楽しみにしとく、それは。トゲちゃんじゃないよ。開けてみるあるとバーンされないとか。そうなの？そうなの？え、なんだそれ、なんだそれ。走ってるかな、今走ってきてくれてるかも。ヤシミさん、お米ありがとう。苦手じゃないもん。ユニア、友達になってくださいって言われた。誰に？誰に？ユーナの間とってペンギンちゃんを見ます。え、アイドルとって、え、そう、生活音が。掃除機は大丈夫、クイックルーバイパーした。ウェマンさん、またまた。ミラーボーンならの今は満月、ありがとう。すごいね。そう、掃除、掃除した。掃除言ってもあれ、ここに長い間いないとさね、切れちゃうかも。だから簡単な掃除だからあんま綺麗になってないけど。ユーナどうかな、ユーナ来れるかな、この辺来てもらう。でも机があんま広さない、これ片付けようか。これ閉じた、このパソコン閉じたらいいかも。そうね、やばい、そうだ、18度。ん？ん？止まった？あ、さっきの充電の時か。クマネババさん、お米ありがとう。ただいまです。ただいま。ヤマシンさん、お疲れ、ありがとう。どうしよう、これをちょっと、もうちょい左にやろうかな。そう、コラボ配信、配信中にコラボ決まるとかそうないよね。すごい。もこさん、お米ありがとう。1万。そう、えいや、放置盤、放置盤されてない、よかった。ちょっと放置怖いので、そう、片付けしすぎはやめましょう。抜ける気がないって、それはちょっと反応に困るやつだ。あ、くまねばあさん、ミラーボールありがとう。え、なんでこれ、みんないつ気づいたの、お月様ってこと。なんかお知らせが来てたのか、今だけなんかそうなってるのか。なんで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 、すごいすごいすごい。100円ショップの太鼓10円で。そう、お米、お米、ユーナモバムに、あ、ユーニャ来た、本当に嬉しい、嬉しい。それはユーナあげてくれたのね。そう、私も明日メールで送るね。今日ユーナとね、そう、あの、こう、まあ、もう夏終わりって言ってもいいのかな、今って夏か秋なのかよくわかんない季節だけど、最後の夏、今年の夏最後のかき氷を食べに行ってきたから、そう、その写真もあげようと思う。お月見できる、すごいね。どうにかしてなんかさ、こうやってさ、でなんか団子かなんか持ってさ、なんかそれっぽい写真撮れそうじゃない？お団子買ってこようかな。29が、あ、なるほどね。あ、今だけなんだ、へえ、すごいね。プリクラ見た？今日ではなく長袖の時の、いつの時だろう、ユーナと何回か撮ってるからいつかわかんない。お、カマちゃんもミラーボールありがとうね。すごいよね、月本当に綺麗。紅茶今日買ってないのよ、それが。そう、コーヒーアイス買ったけど、紅茶はね、そう、カルディ、そう、行ってきた。そうそう、缶詰のトマトとか。そう、ミネストローネ。そう、洗濯機もに行こう。え、そう、使うのは、そうなの、推しが一人では嫌なタイプ。おお、なるほど。そうだね、二人、なるほどね。そう、パスタソース、カルディの生ベーコン、え、生ハムなら買うことあるけど、生ベーコンは買わないかも、気になる、それはね。そう、パスタソース、生誕グッズは何個買いが標準、2個買いかな。嘘嘘、自分の好きな分だけ、2個あると安心するじゃん、やっぱりさ。そう、俺と暮らしてるの前じゃん。ごめんごめんごめん。そうそう、今日はおでこ出てない。そう、サンラータン、そう、いつも2つ買いなの私。そう、カルディのサンラータンね、
あれだね、なんかちょっと分かりにくい場所にどの店舗あったりするけど、すごい美味しいのよ。そう、確かに麺類、確かに言われてみればそうだね。カルディ今日はね、そう試食はしてなかったけどね、復活したみたいよね。私もそれ見た。そうサンラータン好きなんよ。ビッグマ欲しいなってる。ラーメン入れてもね美味しいよね。サンラータンすっごい好きで、パスタ、パスタはあるよ。そうパスタはね家にあるの。 N700 さくらさん、お米ありがとう。そうサンラータントマト、まあ合うと思うけど、今度ぜひぜひ。あやばい、4分で来る、あと4分で来る。そう泊まりに来るかも、あるかも、全然大丈夫だけど。豆から引く、え、お父さんでも豆から引くよ。そうゆうなが来ない、え、私がここをねえここを離れて掃除した意味が、そりゃ悲しいね。ゆうなさん来ないかな。そうふっかるないよ。そう私もゆうなもふっかる遊ぶ予定なかったのに急に当日決まったりするそうお知らせ来てた。おお、お知らせ。お兄ちゃんかわいい、ありがとう。少し久しぶりかも、ありがとうね。抜ける毛がになってるそうお父さんが喜んでたちょっと見たらミラボールちゃんって好きだったね。すごいよね。さあ最初に投げた人で、あ、そうなんだ、へえ、ねえ、私もびっくりした。涼しくなってきた。でもそうだね、一番暑かった頃に比べれば涼しいかも。雪帽子ではないよね、それが私から明日からかな、あ、再販かな、どうだろう。再販あったらぜひおすすめの日よろしくです。秋っぽくなってきた、本当に。確かにちょっとはね、肌寒くなってきたけど、コーラは今日買ってない、今日買ってないね。今日はなんか他のやつ買った。基本でも私お水飲むかな、いつも。でもコーラ大好きよ。そう何のジュース一番買うって言われたらコーラかもしれないね。生ハム買うよね。パスタ固め、柔らかめ、柔らかめ、でも標準が一番好き。でもラーメンは少し固めの方が好きかもお塩梅、ウニ、イカスミ以外、あ、イカスミも今日売ってたよ、カルディで。そう売ってた。竹のコンサート、キノコ山が売る欲しいやつら、何それ、やばい、あと2分だ。3ランタン2ランタン、2ランタン、あ、3、そういうことか、3個買えばよかった。ケーキ買ってきてくれるのかな、なんだろうね掃除させるために。でもユーナずっと来たいって言ってたから泊まれるスペース全然、一緒にベッドに寝ればいいし。はい、コスプレコスプレねえ、涼しかった、本当に。全然わかんない、なんかまだちょっと暑いかも。明日から来そう、お、明日から来そう、本当に。来るといいな来るといいなね。ユーナあと1分で来る。キキコーラ、できる。コーラとコカ・コーラとペプシの違いは分かるよ。そう私はやっぱコカ・コーラが好き。そう77ラータン、お話し会でコーラの話、したい。コーラ好きだよ。なんかさ、カラオケとかのさ、ドリンク、フリードリンクのとこさ、なんかコーラになんかレモンが入っ、レモン風味のコーラみたいなって、あれも美味しかったな。ナスちゃん、タコありがとう。あ、確かにスペイベね、このシングルはスペイベどんな感じなんだろうね。前シングルはあれだよね、前のシングルはボーリングだったけど、なんだろうね。あ、やばい、45だ、やばい、来るかもしれない。でもどうしよう、これで来ないとかいうお家だったら私ショックだよ。せっかく片付けたのにってなるやつ。ちょっとこの辺に移動してユーナの配信するスペースを作ろう。ユーナこれで3日連続配信じゃない、少し珍しいかも。大丈夫かな。で、君はちょっと行ってもらって、この辺に来てもらおうかなって思う。45です。来るかな。ツーショット申し込むの、ありがとうありがとう。何のポーズしようね売る欲しいやつら、そう一緒に寝る。そう
コーラの普通のとカロリーゼロ。どうだ、どっちかシナモン味強いよね。なんだっけ、カロリーゼロのがシナモン味強いっけ。でも普通のが好きだけど、たまに気分でゼロ飲んだりもするよ。うるせえ、あ、星って書いて、星、あ、せえって、あ、なるほどね、コーラじゃんって、コーラ、そう、コーラ、コーラ。朝焼けとサイン会、あ、サイン会ね、ね、今回ね、オンラインもさ、オンラインの会社枠ないしね、ね、なんかあるかな、うるせえやつ、あ、そういうこと、やばい、46なのに来ない、なんてこった、ゆうなさん、ゆうなさん、来ないの、もしかして、の、ゆうなの座る場所は全然ある、そう、ここにある、な、1、2、あと2人ぐらい呼べるかも。バリア見るときは CM はあずみを見るというのがあずみん家でも展開された。そうなの、あずみさんとこでもバリア見たら自分が映ったみたいなね、確かにお掃除できたからね、いいね。クリトリセキでリサコ急にリサコ、なんかリサコ昨日だけのスレッズのさ、リサコめちゃめちゃ可愛くなかった、あのリサコのめっちゃ可愛いんだけど、そう、めっちゃ可愛いなって思って、髪巻いてんのりさこ超可愛かったんだけど5分遅れてくるかな、どうだろう。ボーリング行ったんだ、そうなの、楽しかった、どうだった。コーラさん、コーラさん3人ぐらい来たして引き連れてくるかなにゃんポーズ、あ、確かに猫いいね、いいね、来るかな、来るかな待ち合わせに遅れてくる、ダメだ、ゆうなさんの場合はあれだよだいぶ遅れてきますから、そう、いや先生ってよくあるドラマとかであるやつね、そう、感謝悪なくなっちゃったのよ、そういうちょっと緊張した、なんだと、うるせえやつら知ってる、知ってるかな、このどうだ、 LINE もね来ないのよ、そう、来ないの、もしかして3分過ぎました、ゆうなねいつ来るかな、どうしよう、どうしよう、詐欺みたいになっちゃうじゃん、ゆうなが来るから浴衣見に来てって言っといて結局来ないって、詐欺じゃんねえ、ゆうな何かあったんかな、来る途中に、いや3期全員来たらちょっと全員、まあまあ座れるけど、座れるけど池ビスさん団子ありがとう、ゆうな様遅刻は遅刻は今日の集合も、ねえねえ、ゆうなさん、おいしい、そう、ゆうなさんゆうなさん、今日の予定は20分ほどまあ全然許すって感じ。あ、ゆみりんさんの枠で行ったんだ、そうなんだ、コーラさんあれだよね、私ゆみりんさんの誕生日の時の配信見てたけど、壇上の1位で、あ、コーラさんだってなったそう、すごいいいな、いいな、スペイベスペイベいいな、今回はね何やるんだろうね、てんちゃん、てんちゃん、桜坂の方かな、ツーショット迷う、来ないと、来ないと後悔するぞね、予想外ね、ゆうな来ないの、ほどもう19なのにね、行く行く詐欺かな、もしかして大丈夫かな、もうね4分遅れ、やしみさん、米、お米ありがとう、なんだそれはなんだそれは、いいな、年齢忘れてる、あ、私22時までしかできるもんね、やばい、あと5分で壇上見じゃん、全然何もできないよ、やばいよ、やばいよ、どうしよう、どうしよう、お土産選んでる、なんだろう、来たら何するよってわちゃわちゃする玄関前にいる、明日のかな、迷子はやばい大丈夫かな、そう、バレてた、そう、見てたんですよ、そう、ボーリングだって、ボーリングボーボー、あ、伸ばし棒かウカってことか、みかん狩り、愛媛とか行ってみかん狩り、いいね、探しに行ってきます、さ、任せていいのかね、
映れない、やばいね。今日の朝みたいに20分遅れだと私と一緒にできない。ゆうな配信見てる？大丈夫？大丈夫？ゆうな大丈夫？アセロラのジュースですね、ゆうな来ない。長っぺくんくんさん、ずっとくんくんだ。お団子ありがとう。キャンディーちゃんのお話し会今日行ったのかな。ねえ確かにゆうな過ぎてくる可能性ある。ねえ来ないね、来ないね。長っぺくんくんさん、くまくまありがとう。寝てる寝てるなんでゆうな、ゆうなひどいです。ゆうなさん来ない。なんで、すごいグラグラする。あ、何事ですか倒れてった、びっくりした。どうしたらいいんだこれ、なんかグラグラするね。まあいいやね、映れる時間がいいけど。王朝みかん、王朝みかん見たらふえみかんいいね。散歩に言えない、くんくんしないよしないよ。あと8分来るかな、来るかな。やばいね、電球がね、上が映りましたね。100ワイプさん結婚して年齢がなね、自己紹介、そう、何も見えなかった残念ね。諦めてしまえばそこで終わりだから部屋綺麗って上しか映ってないからだよ。ん、聞こえた、ちょっと待って、行ってくる。来たかも、ちょっと待ってて。着いたって、来た、待って待って、来た来た、やっぱ来た。来た、あ、すごい、満月ありがとう。誰だ、上間さん、満月ありがとう。置いてよ早く押せよって言われてるよ、ほら、おいでおいで、待って前髪綺麗にしてきた、そう、一緒に来たんだけど私もうあと1分で誕生日だよって何よ何よ準備しとる間も私誕生日見しようかな、じゃあ、うん、その方がいい、オッケー、パッとしよう、いいよ、どっちもいいよボサボサ、もう待って、パパッと17位何かって見ます。17位スプマテさん、16位イケピーさん、15位ヤオトンさん、14位モコさん、13位ウマちゃん、12位トマトさん、11位ナスちゃん、10位モモジロさん、9位ヤマシンさん、8位ヨシミさん、7位キヨ兄さん、6位マクさん、そしてトップ5、5位クマネパパさん、4位長っぺくんくんさん、そしてトップ3、3位カマちゃん、ありがとう。次が2位タマとおつまみん、おつまみんさん、ありがとうございます。そして1番の発表しようか、うん、なんか叩いて、ドルルルルルルルちゃんと見てよ、ドルルルルルルダン、はい、今日の1位は上間あと気まずみんさんです。ありがとうございます。ありがとう、あとじゃなかった、2個だったありがとう。今日はゆうなのドゥルドゥルドゥルでした。ドゥルドゥルドゥルおいで、とりあえずそれな、早く行かなきゃ、ね、5分しかないよ、あと。おいで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 超レアだよ、そう、初めて映るかも、
あれしよう、うん、大丈夫かな。大丈夫だよ、かわいいよ、かわいいよ、かわいい。お邪魔しました。え、終わり、おいでよ、おいでよ。縦で配信しとるんや。うん、いつも縦、横でやったことない。マジ、うん、待ってたよって、ほら、ありがとう、びっくりして、かわいいな、ありがとう。ねえ、やっと来た。え、私のでも配信しようと思ったけどさ、ゆいな10時過ぎたら映れないのか。そうなの、だから早く来てって言ったじゃん。それミラーボールじゃないよ、これ。そう、今ね、満月らしくって、私もこの配信でしたんやって。ねえ、今日から、多分、そう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 、なんかギフトも新しいのあったよ。ねえ、そう、お月見の団子とか、お米がなんちゃらみたいなの聞いたけど。じゃあ、ススキなのに。そう、ススキなのに。そうそうそう、そう、お米ありがとう。ススキだろって思って。いや、お米でしょ。え、お米見えんの、あれ。そう、おもろい。お米っぽくない、だってさ、どんなとこ、ほらほらほら、え、確かに、でしょ。いや、めっちゃ続きやん。違う、お米やって、お米、お米やって、お米やくさ。え、じゃあ私のでも始めようかな。始める、充電切れるんだよね、してもらえば。あ、私も11杯しかない。え、待って、この辺適当に使ってもらえば。待って、これ、え、嘘、でも 60% あるから大丈夫。なんやねん、私の方が少ないに。おいしょ、 OK、 OK。 かわいい、おもろ、かわいくねえよ、かわいいね。ゆうな、22時からする。私声なら大丈夫だけ ど。あ、そうなんだ。ここ使うじゃん。え、横向きにすることもできる。あ、そうなんだ、うんうんうん、すごい、すごい、リングライト羨ましいわ。持ってないって。え、買ったみたいに言ってなかった、うん、買ったけどさ、それ買ったのが不良品だった、うん、え、どういうこと、何も関係。マジで不良品。どういうこと、どういうこと。そんなことあんの。そう、あるんです、そんなことが。え、だから今問い合わせしてるんだけどさ、うん、だいぶ前じゃなかったの。え、そうよ、1ヶ月前。え、そう、問い合わせがめんどくさくて。私のあれみたい、私の自転車みたい。あ、確かに。いける。ね、リングライト、これね、確かドンキで買った。これ2台目。あ、1台目壊れたってこと。いや、1台目実家用にした。あ、そういうこと。そう、実家でもよく配信するから。そう、確かに、そう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 。ちょっとじゃあ準備しよう。やってていいよ、家の配信。ないない、ないない、あと1分しかない。え、あと1分しかないよ。ありがとうございました。お邪魔しました、生リアル配信。すごいね、配信中に決まってくるとか、ふかるじゃん。それな、ね、一本長いの。確かに。あ、終わるって。あ、終わる、わかった。じゃあまたね、バイバイ。二人仲良かったのって、めっちゃ仲いいよ、ね、仲いいよ。じゃあね、また私のところでしますね。バイバイ、バイバイ。やばい、短い。こんなギリギリやと思わんかった。じゃあねー、バイバーイ、おやすみ、おやすみ。じゃあねー、次はゆうなのところで、多分私も声だけ入るけど。待ってます。あ、終わる。じゃあねー。